水かわり皆様お疲れ様です海水浴の話を少しお盆に丹後半島に数家族で海水浴に14日15日と2泊で行くのが私たちの毎年の予定でしてね日本海だから海がすごく澄んで綺麗なんですよ潜るとサザエが取れたりねそれと近くに畑があるのかスイカや桃や 流れついてくるんですよある年にあまりに綺麗なスイカが流れてきてねスイカ割りをしましてワイワイやりましてねその年は帰りに車が故障したり仕事がうまくいかなかったり嫌な年でね翌年はカレンダーの都合で12日から13日と日程を繰り上げていったんです民宿で晩飯を食ってると ご主人と奥さんが、海に行きますって。聞くと、この辺りのお盆の風習をするという。退屈だったから、私たちもご一緒したんですね。すると、浜辺に、果物や色々備え物を置くんですよ。こうして海に流し、ご先祖様に召し上がってもらうんですよ、って話に、真っ青になりました。私たちは罰たりにも、 仏様の供え物を吸い代わりして食べてたんですよ。一家みんなで海に向かって手を合わせました。知らないとはいえ。それからはおかしなことは起きませんでしたが、ご先祖様の風習を教えるためにあの翌年に日程を変えたのかなって私は思ってます。全く怖くなくてすいませんね。